ロシアはなぜ突然汚い爆弾と騒ぎ始めたのか。狙いは使用済み核燃料とチェルノブイリの再現か。ロシアによるウクライナ侵攻から8ヶ月が過ぎた。ウクライナ軍は8月末から南部のヘルソン州、東部のドネツク州やルハンスク州などで反攻に転じている。ロシアは8月末、第二次大戦後初となる30万人の部分動員令を発するなど、テコ入れに躍起になっている。焦りが見えるロシアが最近出してきた次の手が汚い爆弾だ。ロシアはなぜ汚い爆弾に言及するようになったのか。その狙いはどこにあるのか。早速スロベニアに突っ込まれるロシア。ロシアのプーチン大統領は10月26日、ウクライナが挑発のため汚い爆弾を使う計画も知られていると語った。ロシア外務省はツイッターで、ウクライナの2つの組織が汚い爆弾の製造を命じられた情報があると主張し、汚い爆弾の画像を添付した。これに対しスロベニア政府が画像について、スロベニアの放射性廃棄物管理機構が、2010年に放射性廃棄物に関する説明を行った際に使った画像だと反論し、画像は汚い爆弾ではなく煙感知器だとした。ウクライナのゼレンスキー大統領や北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルク事務局長らも、ロシアの自作自演であり、ウクライナを攻撃する口実をでっち上げる偽旗作戦の一つだなどと一斉に反発した。国際原子力機関 IAEA は3日、ウクライナの3カ所で実施した査察の結果、未申告の核活動や核物質を示す証拠は見つからなかったと発表した。そもそも汚い爆弾とは何だろうか。日本エネルギー経済研究所の黒木明弘研究顧問によれば、汚い爆弾が話題になるようになったのは2000年代に入ってからだった。テロリストがレントゲン検査や CT 検査などで使う医療用放射性物質を盗み出す事案が発生したからだという。ただ医療用放射性物質の威力はそれほど大きくない。黒木氏は汚染範囲は数十メートル程度で、致死性も高くありませんと語る。軍事作戦を行っているロシアがこうした医療用放射性物質を使っても、軍事的な効果はあまり期待できないことになる。コンテナ172個搬入の狙いは。黒木氏は最近、ロシア軍が占領しているウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所の動きに注目している。最近ロシアがザポリージャ原発にコンテナ172個を運び込んだという情報があります。コンテナで放射能を防ぐ遮蔽物を作っているのかもしれません。ザポリージャ原発には大量の使用済み核燃料が保存されている。放射能の量は医療用放射性物質とは桁違いに多く、一度使えば数十キロにわたる範囲を汚染する。ザポリージャの使用済み核燃料を詰め込んだ汚い爆弾を空中で爆発させれば、チェルノブイリ原発事故や福島第一原発事故が再現されることになりかねません。ただ武器としての運用上、厄介な点が一つある。通常の原爆や水爆であれば、核分裂や核融合を起こす前の状態にあるため、爆発前は放射能を発しない。誰でも安全に取り扱うことができる。これに対し、汚い爆弾に使う使用済み核燃料は、大量の放射線を撒き散らしている。使用済み核燃料が狙いか。黒木氏は、汚い爆弾を作ろうと思ったら防護服だけでは不可能です。密閉した空間に使用済み核燃料や爆弾の装備を入れ、ロボットアームを操作しながら核燃料を切断して爆弾に詰め込む作業が必要になるでしょうと語る。
ロシア軍がザポリージャ原発に運び込んだコンテナは、この密閉した空間作りに使われる可能性がある。ロシアの核技術者なら、汚い爆弾を作ることも可能でしょう。なぜそんな面倒なことをしてまで汚い爆弾を作るのか。自衛隊関係者によれば、世界で汚い爆弾を正式に配備している軍隊はない。演習もしていない状態でそんな危険極まりない爆弾を使うくらいなら、むしろロシアが保有する低出力の戦術核を使った方が簡単だろう。黒騎士はだからザポリージャなのでしょうと語る。戦術核を使えば間違いなくロシアが使ったとわかります。ロシアの原発から出た使用済み核燃料を使って汚い爆弾を作っても、分析すれば出どころが分かってしまいます。ザポリージャの使用済み核燃料を使えば、ウクライナが昔持ち出して保有していたと強弁できると考えたのではないでしょうか。ロシアが汚い爆弾を使ってやりたいことは何だろうか。すでにロシアが汚い爆弾に言及した以上、ウクライナ側も警戒して兵力の密集などは可能な限り避けるだろう。放射能汚染地域を作ればウクライナ軍の進撃を止められるかもしれないが、ロシアも身動きが取れなくなる。汚い爆弾をキーウに打ち込めばゼレンスキー政権を一気に打倒できるかもしれないが、そうなればロシアの犯行だと自白することになりかねない。残される推論は、汚れた爆弾の使用を口実にさらに過激な行動に出る可能性だ。ロシア兵が汚れた爆弾で殺害された。ウクライナも核物質を使った兵器を使っているとして核による報復を行うというシナリオだ。しかしロシアが本当に核を使えば、そもそも汚れた爆弾を使った段階でロシアの国際的な孤立は決定的になり、中国や中東、アフリカ諸国など中立を保っている国々からも一斉に見放されるだろう。ロシアが核を使う可能性はゼロではないが、それはプーチン大統領らが語っているようにロシア存亡の時でしかないように思われる。ロシアといえばもうこれだけ。カオスの自作自演。ロシアは実は西側諸国がこのようにいろいろと推測を立てることを読んだ上で、核を使った心理戦を挑んでいるのだろう。陸上自衛隊東北方面総監を務めた松村五郎元陸将も、核をめぐる戦術は実際に使って得られる効果よりも心理戦の要素の方が圧倒的に大きいのです。使うと脅して相手に譲歩を迫りますが、実際に使うには非常にハードルが高い兵器ですと語る。ロシア大統領府は10月26日、ロシア軍核部隊が演習を行い、プーチン大統領がオンラインで指揮したと発表した。これも心理戦の一環だろう。プーチン大統領は10月27日、ロシアが汚い爆弾を使う必要がないとの考えを示した。ただ、核兵器をめぐる発言や行動が増えていること自体、ロシアに余裕がなくなっている証拠なのかもしれない。アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官は11月2日の記者会見で、北朝鮮がロシアに著しい数の砲弾をロシアに売却している兆候をつかんだと説明した。北朝鮮から到着地を中東やアフリカなどの第三国に偽装し、貨物を輸送しようとしているという。カービー氏はロシアの軍事物資が不足している兆候だとも説明した。プーチン政権が倒れるような状況ではないだろうが、併合を宣言したウクライナ4州を手放さざるを得ないような状況になれば相当な痛手になる。徐々に追い詰められているように見えるロシアにとって核兵器は最後の切り札だ。単純に核を保有しているだけでは脅威度が高まらないため、様々な形で核の脅威を宣伝しウクライナを支援する
NATO などの行動を鈍らせる必要がある。実際、ウクライナに対する最大の支援国だったアメリカにも、徐々に支援疲れの傾向が現れている。アメリカ共和党の下院トップ、マッカーシー下院院内総務は10月中旬、今月8日投開票の米中間選挙で共和党が下院で過半数を占めた場合、ウクライナに白紙の小切手を書くことは不本意だと述べた。米民主党の急進左派グループが10月下旬、ウクライナ支援の見直しなどを求める書簡をバイデン政権に送る。翌日に撤回、騒ぎも起きた。こうした状況を見たロシアが核兵器を使った心理戦を仕掛けて、アメリカによる支援を打ち切ろうとしているのかもしれない。支援疲れだけが不安要素。プーチン大統領は10月14日、カザフスタンの首都アスタナでの記者会見で、私たちは常にオープンだと述べ、ウクライナとの対話を拒否しなかった。日本の専門家の一人は、併合宣言をしたクリミアと東南部の4州の占領を既成事実化して、ウクライナでの戦争をおしまいにしたいのだろうと語る。核兵器をめぐる様々な脅しによって、こうしたシナリオに誘導しているとみられる。核の恐怖を使って散々周囲を脅し上げ、逃げ切りを図ろうとも、もはや G8 になった頃のロシアの面影は跡形もない。